アッパーアンテロープキャニオンに指す太陽光の工房アンテロープキャニオンはアメリカ合衆国アリゾナ州ページ近郊のナバホ族の土地に位置する渓谷。アメリカ南西部では最も写真撮影され多くの人々が訪れるスロットキャニオンである。アンテロープキャニオンは2つの岩層からなり、ここにアッパーアンテロープキャニオンとローワーアンテロープキャニオンと名付けられている。アンテロープキャニオンは 他のスロットキャニオンと同じく周囲の砂岩の侵食によりできた何百万年にも及ぶ地層を形成しており、これは主として鉄砲水のほか風性の侵食によるものである。特にモンスーンの時期に降る雨水はアンテロープキャニオンの一部である谷間を流れ、より狭い通路を流れるにつる水は加速して砂を拾い上げる。その後、 長い時間をかけて通路が侵食されると狭い通路はさらに広くなり岩の鋭さはより滑らかにされて岩の流れるような特徴を形作る。こうして独特の岩の通路が長い時間をかけ完成された。アンテロープキャニオンは写真家や観光客には人気の場所でありナバホ居留区の観光ビジネス源にもなっている。 ナバホの言葉で、水が岩を流れる場所という意味の、ゼービガニリニとも呼ばれるアッパーアンテロープキャニオンは、正確には、成形111度22分20秒、北緯36度51分28秒の位置にある。この場所は、観光客が最も頻繁に訪れる場所であるが、それには2つの理由がある。一つは、その入り口と全長が地表と同じ高さにあり、 岩などを登る必要性がないためだ。もう一つの理由としては、キャニオン東町の開口部から直接入社する太陽光の攻防が、ローアンテロープキャニオンよりもアッパーアンテロープキャニオンによく起こるためである。特に夏期間は太陽が空高く登った時この攻防がよく見られるという。ナバホの言葉で、螺旋の岩石アーチという意味である。ハスゲトワジの別名もある。 ローアンテロープキャニオンはアッパーアンテロープキャニオンから数キロ離れた場所に位置する。鉄製の階段が取り付けられる以前はキャニオンを訪れるために一定の場所をロープやはしごで登らなくてはならなかった。階段が設置されている現在も長く狭い場所も多い上全体を通して足場が悪いなどアッパーアンテロープキャニオンと比べて散策が困難である。 こうした制限された状態にあるものの、ロアアンテロープキャニオンはかなりの数の写真家を引き付けているが、アッパーアンテロープキャニオンより単なる観光目的で訪れる旅行者は少ない。モンスーンの時期に思いがけず降る雨がすぐにキャニオンを水浸しにしてしまうため、アンテロープキャニオンはもっぱら案内人付きの旅行で訪れる観光客がほとんどである。キャニオン近く及び真上から降る雨が、 必ずしも激しい鉄砲水になるのではなく、キャニオンの上流となる数十マイル離れた場所で降る雨が、ほとんど予告なしに、キャニオンへ注ぎ込んでくる。過去の事故例として1997年8月12日、ローア,ーアンテロープキャニオンを訪れていた11人の観光客が鉄砲水の犠牲となる事故が発生した。その日キャニオンにはほとんど雨は降っていなかった。 ブリトニー・スピアーズのヒット曲、I'm Not a Girl のトイ・トア・ウーマンのプロモーションビデオはアッパー・アンテロープ・キャニオンで撮影された。以下は翻訳元の英語版からの出展項目である。ありがとうございます。